集める経済界に対しての責任があると、まあ、特に僕からするとやっぱりそういった税になるわけですから。吉村知事に聞きたいと、まあ、協会の副会長でありますので。大阪港埋め立て事業の資金収支は悪化の一途をたどる可能性があります。つまりちゃんと政治をするってことだよね。そう、維新はそういう意味ではね、 8% とか経済対策を出すんだけど、うん、同じだよねあれも、うん、結局アベノミクスに乗っかってるわけだから、うんうん、僕は思うのはさ、大阪万博に中止して、うん、無駄遣いをやめますっていうのを一番目の経済政策のね柱にしなきゃさ、うん、維新の政策はもう誰も信用されないと思う。国もね、お金出しませんって言えばね、出しませんって、そうそうそう国もまずお金出しませんって、そう、うん、じゃあやめろっていうくらいのね、うん、やめられないんだよね。これだけ世間から言われててもまだ進んでるわけでしょ。ぐずぐずしてるともっとお金がかかるよね。もちろんこれ府議会において国への意見書ということで、もし増額するようなことがあれば国が支払うべきという意見があるというのも象徴しています。一方でやはりこの万博というのは大阪は開催地である責任者でもあります。大阪府市、そして国、経済界、会場建設については3分の1ずつ費用を負担し、そして責任を負う、そして素晴らしい万博をこの3社で作り上げるという基本のスキームがあるということは、僕は大切なスキームだというふうに思っています。なのでもちろん府議会の意見は十分尊重してですね、このコストについてはしっかり見ていきたいと思います。その上で今日説明があるということです。僕自身は基本的にはそういった国が府が市がとかではなくて、これはやっぱり協力して進めていく国家プロジェクトでありますので、しかも地元大阪関西で開催するものでありますから、そういった観点からすると国と大阪府市と経済界3分の1ずつ負担をして、そしてこれは投資として2兆円の経済効果があるわけです。そしてまた経済効果以上の効果として、次の世代のメンバーがやっぱりいろんな価値観、技術に触れるということも非常に重要だと思っていますので、まあ、そういったことも踏まえて、最終的には判断をして、いずれにしても今日夕方まだ来てませんし、中身も全然聞いてませんので、ちょっとそれ以上のことはこの場では難しいです。まだ実際聞いてます。また今日夕方その説明があった後に囲み取材をするというふうに聞いてますから、皆さんにはその夕方の会議の後、またこの件に関しては質問があれば回答させてもらいたいと。今会議前なのでちょっと何聞いたいな、それ以上。関西テレビの原と申します。関連してなんですけども、その確認精査というのはどういったところにポイントを置いて、その、まあ、人件費だとか資材のことだとかいろいろ取り沙汰されていると思いますけども、どういったところにポイントを置いて確認精査をしていきたいなというふうに考えていらっしゃいますか。もうこれはなぜ、費用が上がっているというところだと思います。なのでだから今日すぐには答えは出ないですよ、もちろん一定期間担当部分においても確認制作しますので、今日は話を聞くということになると思います。なぜ、そうなっているのか、まあ、一般論としてもちろん言われているんですけど、どういうところかというのを、ね、して、それが妥当なのかという判断をしたいと思います。その費用の上がっているのが、国際情勢なんかを考えて合理的に説明できるのか、ものなのか、もしくは見通しが甘かったのかとか、そういったところが知事として納得できる範囲かどうかということを確認するというのもちろん、さっきの府議会の意見書もありますし、僕自身も、ね、3年前だったと思いますけど、当時の井上万博担当大臣、もうこれ以上 の金額の増幅はないですねというのを1回目確認をして、大臣からもないという答えを受けてますから、その上で、これは皆さんのいる多くの方でもやりましたけど、その上で、ただどうしてもこれは実際 のその後、ウクライナのロシアの侵略があり、いかだかが、いろんな原材料費の高騰とか、これ3年程度、急激に起きているということも踏まえると、一定、その理由については、精査する必要があるか、確認する必要があるか、状況の変化というのも考えなければならない。まさに今、その発言がありました、当時の井上大臣が来られたときに、上振り額の発表の仕方が前回と違うなというふうに感じたんですけど、前回は確か大臣が閣議後で発表して、それで経団連だとか、知事長の方に来られて、発表されてましたけど、今回は博覧会協会が発表するっていう上振れ分の最初に金額出すって形になっていて、なんかその国がちょっと隠れちゃってるなっていうふうにも感じるんですけど、この後あたりいかがですか。実際運営しているのは、実務やってるのは博覧会協会ですから、これはやはり税金だからです。税金でコストが上がるというところになるわけですから、だから僕は府民の皆さん、市民の皆さんに説明責任があるし、国は国民に対してあるし、経済界はお金を集めるその経済界に対しての責任、特に僕からするとやっぱりそういった税になるわけですから、僕はリターンとして投資として考えれば経済効果であったり、あるいは先ほど申し上げたそれ以外の効果も考えたら大阪府にとってプラスだと、大きくプラスになると思っています。でもこれ上がるところになるので、じゃあなんで上がるんですかっていうのは、もうなんかこの
会議でうちでこうクローズになるんじゃなくて、フルオープンでその過程を見てもらった方がいいというのが基本的な、他のいろんな会議でも基本的には僕がクローズを基本的にやるべきだという基本的な考え方、もちろんいろんな実務的な積み上げのところで全てチームではないかもしれないけど、でも、できるだけフルオープンにした方がなぜこうなっているのかっていうのを僕自身のファイルの説明責任を出す上でも重要だと思います。さっきの質問でもありましたけど、海に対する説明ってありましたが、もうまさにもうそれはどういう過程でどうなっているかというのを見てもらうのも、やっぱりそれは説明責任の中身の一つだと思っています。ただ今日はちょっと質体がどうなるか分かりませんけど、どんな説明があるかとか全然分からない、でも会議自体はもうフルオープンでやるべきだと僕の考え方です。吉野さん、僕からクローズにやりましょうっていうこととかを、今回の機会で、常に大体、特に万博は国の事業でもあるので、国の事業なので、でも大阪はこうやって3分の1の責任を負い、しかも ただ会場大阪だから、例えばいろんなインフラも含めて大阪でいうこと大きなメリットもあるし、でも責任もあるから、ちょっと共同事業になっているので、最近のやり方とかちょっと分かりにくいとかあるんですけど、基本的には僕はフルオープンでやるべきだという考え方なんです。これは不正もそうですけど、なので、国とちょっと文化違うところがあるんですけど、できるだけやっぱオープンにしていった方がいいような情報、いい情報も悪い情報、悪い情報であっても早めにオープンにした方がいいというのが基本的な考え方なので、それは常に博覧会協会には伝えています。今回もなんかこう密室でやるよりはもうオープンでやった方がいいというのは今の中で数字出ますので、その結果です。僕が言ったから結果っていうことは分かんないけど、僕はそれ常に言ってます。今回の非常にさらに重要ですよね。そのコストが上がるんじゃないかというところなわけですから、じゃあこれはどういうことなんですかっていうのを説明を聞くと、クローズをするよりオープンにする、それがやっぱ説明責任の一つだと僕は思っています。海洋建設費なんですが、ちょっと細かいことで恐縮ですが、さっきその説明は、フルオープン、政治からもそういうふうに書いてました。そもそもの、その協会からそうやって正式に説明をという場を設けてほしいというふうに知事から要望されたのか、それともその協会から主体的に説明をさせてほしいというふうに言ってきた、そこの経緯というのは。それはどちらからというよりは、増額の可能性がある、人件費や責任があるという中で、まずはこの協会が精査するということですから、その協会が精査してくれということをやるようになって、興味がありますので、ちょっとどっちからというのはないですね。やっぱ環境は随分変わってきたので、随分この間、IR の時に超800億円の1兆3000億円まで投資が上がりましたけど、やっぱ環境が随分変わってきているので、投資関係について。その一般論としての、その可能性は当然これみんなは認識できていると思うんですよ。僕も認識する。万博も例外じゃないよっていうのは、抽象論としてわかるんです。ただそこは、今まで850億円の中でなんとか収まるというと、収めてコストをいろいろ削減もしながらやってきて、でもどうしてもそれが難しくなる可能性があるんであれば、ちゃんと精査をしようというので始まっていく。どちらかとかいうのはないです。ちゃんと説明して、ただ精査する対象は協会なので、協会によって精査をして、審判するということ。吉村大阪府知事の話を聞いていると、まるで吉村さんと博覧会協会は無関係かのように思えてきますが、そうなのでしょうか。私は、今回の万博の調達コードですよね。調達コードの運用にあたり、万博推進局に対して、国や、博覧会協会に対して、地元である大阪や関西地域の中小企業が参入しやすい環境を、やはり整備するよう、仕組みとしてね、こういったようなことをしないといけないんじゃないですかと、仕組み作りが必要じゃないかと、ずっと、皆さんにも言っていたし、いろんな形で、私自身も前の若宮前大臣や、今の岡田大臣にも、うちとして、いろんなお願いをしてきたとこであります。その結果、この6月ですか、博覧会協会が公表した今の調達コードには、開催国内の地域、中小企業者における持続可能な、地元ですよね。地元の、調達への参加を、取り組みを後押しするというようなものが記載をされたところであります。本当に良かったなと思っています。まだね、具体的なまだ言ってはないんですけど、一歩は踏み出すことができたんではないのかなというふうには思っています。しかしながら、博覧会協会の方は、やはり現在のところ、サプライヤー等の配慮を確実にする促進策は、まだ具体的には示していない。まだまだ、これからのところがあると思っています。大阪・関西地域への優先発注制度の創設等を求めているところでございます。しかし、現在のところ、博覧会協会からは、具体的な促進策は示されておりませんで、引き続き、万博協力国、万博推進局とも連携し、様々な機会を捉え、国や博覧会協会に粘り強く働きかけてまいります。徳永委員。はい、今から頑張っていくしか、おそらく言いようがないとは思うんですけれども、なかなかね、その、花福や、その後に、愛知九博ですか、愛知であったと思うんですけど、そういった、やっぱり、なかなかやっぱり、東京指導になってしまうのかなっていう恐れがすごくあります。
はい、しっかりこれ取り組んでいただきたいと同時に、これはやはり皆さんだけ、私はね、皆さんだけじゃなくて、まあこれもずっと言ってますけれども、まあ、やはりこの博覧会協会の方には、吉村知事もこれ副会長という形で今、入っていただいてるんですよね。やはり大阪の皆さんの声をしっかりと届けるために、吉村知事入っていただけてるんで、やはりこういったこともしっかりこうやっていただきたいと思っているんで、やはりその辺のどういったような考えでこう、まあ、ところをちょっと吉村知事に聞きたいと、まあ、協会の万博関連事業受注者登録システムの構築は、府内中小企業が万博に関連する調達案件に参入する機会を提供するものとして期待をしています。しかしながら、機会を提供するだけではなく、登録された発注案件が実際に中小企業の仕事として落ちてくることが重要であります。そのためには、まずは発注者へのシステムの広報や周知に力を入れなければなりません。発注案件の登録目標2000件を達成するだけでも努力が必要だと思います。博覧会協会をはじめパビリオンの出展者、さらに関連イベントの主催者やライセンスグッズの作成者など万博関連事業を実施するさまざまな発注者に対し、知事自身も含めて積極的に働きかけていただきたい。また一方、地元優先発注が保証されていない問題もあります。博覧会協会が本年6月に公表した調達コードでは、各種業務の発注や原材料の調達等に関して地域中小企業者及び農林水産事業者の受注発機会の確保などに配慮すべきと記載されました。しかしながら、博覧会協会は現在のところこの発注者の配慮を確実にする促進策を具体的には示しておりません。これについて先日の委員会では、経営支援課長から国や博覧会協会に対して粘り強く働きかけていくという答弁がありました。まあ、知事は博覧会協会の副会長として就任されています。万博の誘致の目的は大阪関西経済活性化の起爆剤、まあ、これで誘致をしっかりと取り組んでまいったところであります。このことを踏まえ、知事からも国や博覧会協会に対して働きかけをしっかりとしていただきたいと思います。大阪関西万博は府内の中小企業にとって新たなビジネスチャンスを獲得できる貴重な場でもあると思っています。中小企業の参入を促進するためにも、この万博関連受注者登録システム、これをしっかり機能させていきます。国や博覧会協会に対しましては、近隣地からの調達が運送コストや環境負荷の軽減につながること、また大阪には多くの優れた技術やサービス、そして産品があると、そういったものを有する事業者が集積しておりまして、迅速で的確な対応ができることなどを積極的に働きかけていきます。万博の経済効果がさまざまな形で波及するように、博覧会協会の副会長としてもしっかり取り組んでいきます。最後に、大阪市議会での予算に反対する日本共産党の討論をご覧ください。これより討論に入ります。反対者の発言を許します。16番、井上博君。私は日本共産党大阪市会議員団を代表して、2022年度大阪市公営準公営企業会計の決算認定に反対する討論を行います。国、府、市一体となって突き進む夢島を舞台とした大型公共事業の経費が上振れに次ぐ上振れを引き起こしており、将来世代への負担となって市民の身に降りかかろうとしています。工事の大幅な遅れと費用の極端な増高、急ピッチの工事ゆえの安全性への懸念をはじめ、万博開催と IR カジノ誘致のための夢島大型開発を疑問視する声に対し、立ち止まって検証しようともしない姿勢に全く道理はありません。公営企業として果たすべき公共の役割と市民サービスの充実は後継に追いやりながら、万博や IR カジノ誘致は前のめりで推し進めてきた本決算は到底容認できません。以下具体に申し上げます。まず公営事業についてです。夢島の埋め立て等の総事業費は3349億円でありますが、記載の償還は埋め立て地を整地して強大な建物やインフラを要しない国際コンテナ貨物中心の物流基地として物流業者に売却し、記載償還に充てる計画でした。2015年に夢島まちづくり構想中間取りまとめが策定される以前は、大規模な物流倉庫用地など相応の
需要があったため、産業物流ゾーンとして土地売却を進めていけば順調に売却できたにもかかわらず、一転して IR カジノ誘致で償還する方向に転換、同年から土地の売却を止めてしまいました。 IR はカジノを核にホテルや展示場などを備えた施設であるにもかかわらず、本市は鑑定評価の際 IR カジノを考慮外とするよう鑑定業者に指示しただけでなく、鑑定業者も本来自らの判断で鑑定の前提となる用地を特定し評価額を算定するはずが、不可解にも4業者が揃って49万平方メートルもの広大な敷地全体を、ショッピングモールなどの大規模複合商業施設を前提としたのであり、その結果賃料の大幅値引きが行われることになりました。 IR カジノを特別扱いし、液状化対策をはじめ公金によるありとあらゆるお膳立てをした挙句、賃料の大値引きをしたことは行政の公正性公平性を歪めただけでなく、今後の公営事業会計に深刻な影響を及ぼすのは必至であります。また夢島駅周辺事業の公募をしても民間事業者が一社も名乗りを上げなかったことは、万博や IR カジノの集客や経済効果が期待されていないことの証左であり、万博を開催できたとしてもその後の夢島まちづくりが容易には進まないことを示唆しています。以上のことを勘案すれば、大阪港埋め立て事業の資金収支は悪化の一途をたどる可能性があります。とりわけ IR カジノが立地しなかった場合や途中撤退した場合、夢島における収入が見込めなくなるため資金ショートを引き起こすことは避けられず、まさに IR カジノ頼みは危険な賭けというほかないのであります。もとより夢島を舞台とした数々の大型開発自体がすでに負の遺産となろうとしているのであり、本決算は到底認められません。次に水道及び下水道事業についてです。先般の決算委員会において夢島におけるインフラ整備総額の見込みを確認したところ、上水道は約34億円、下水道は約115億円とのことでした。これらも例に漏れず当初の整備費用の見込みから大きく上振れしています。一方、本年9月10日の豪雨の際、市内では道路冠水が7区58箇所、床上浸水が2区4個、床下浸水が5区59個という状況だったのであり、昨今の自然災害の大きさを表しています。本市の水道及び下水道事業が最優先すべきは、270万を超す人々が住まう場所での豪雨対策や老朽管の取り替え、耐震化など安全安心の確保であり、人が住めない人工島でのインフラ整備に拒否を投じることは本末転倒であると申し上げておきます。最後に水道 PFI 管路更新事業についてです。大阪市水道 PFI 管路更新事業公募の不調の主な理由は事業費増加リスクによるものでした。そうであれば事業費増加リスクに直接責任を担える公共が対応する方向へ軌道修正を図るべきです。新たな官民連携プランなる複雑な仕組みでの公募に時間を費やすのではなく、速やかに公営体制で管路更新に着手することこそ一番確実なペースアップではありませんか。本市はこれまでも公的施設等の廃止後の民間公募が不調に終われば民営化ありきで、民間事業者が手を挙げやすいように要件をやすやすと緩和し再公募を行ってきました。水道局はことさらに PFI の優位性を強調しますが、公募要件を緩和してまで PFI 導入に固執するのではなく、命のインフラは公営体制の強化で対応していくべきであります。以上討論といたします。これをもって討論を終結いたします。これより採決に入ります。報告第17号ないし21号および議案第127号ないし129号を一括して起立により採決いたします。委員長の報告についてはいずれも認定、議案についてはいずれも可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。多数であります。よって委員長報告のとおり、報告第17号ないし21号はいずれも認定、議案第127号ないし129号はいずれも可決されました。